タタイエンタイエエンン、ゴ大イオン、カンオン、タイエンは、紀元前2世紀頃より、中央アジアのフェルガナ地方に存在した、アーリア系民族の国家。タイエン、ダイエンとは固有名詞を漢字に転写したものではなく、広大なオアシスという意味らしい。しばらく、中国史書では、タイエンという名を使用したが、銀賞以降は、フェルガナの転写と思われる、ラクナ国、派。 ラクナ国、アセ国、バツアセナ国、韓国などが使用された。紀元前129年頃に、全館の朝圏が訪れるまで、この地、フェルガナは、市場に知られていなかった。それは、紀元前6世紀以降のアケムネス朝にしても、アレクサンドロス3世、大王にしても、ヤクサルテス川、シルダリアを越えてこの地にまで踏み込むことがなかったためで、あり。 ましてや中華王朝がこの地に進出することがなかったためである。しかしながら、考古学上、紀元前2000年代からこの地には、青銅器時代を迎えた低住民が暮らしており、文化的には、生命樹やジックラトといったメソポタミア文明の影響を受けていたことが分かっている。やがて、この地に、 イラン系の人々、いわゆるアーリア人やサカ人が南化して移住することとなり、大縁建国に至る。全館の部帝は、月子と手を組んで郷土を攻撃しようと考え、月子への使者を募集した。そこで、牢であった長剣が使者となり、郷土人の同友の官補ら百人余りと共に、牢生を出た。しかし、すぐに郷土に捕まってしまい、十年余りも抑留された。 ある時、監視が緩まったのを機に脱出し、西へ行くこと数十日、大園に到着した。大園は、以前から関と通称したいと望んでいたので、王は事情を聞き、とりあえず長剣たちを、隣国の皇居まで道案内をつけて送ってやった。そしてその皇居も、長剣たちを目的地である大月市まで送ってやった。ようやく、大月市に着いた、たちは、関とに、 強度を攻撃してもらう胸を伝えたが、すでに、大月氏には強度を打つ、必要性がなくなっていたので、はっきりした返答がもらえなかった。一年後、条件たちは、再域南道を通って帰ったが、またも強度に捕まってしまい、一年余り抑留された。条件たちは、強度の混乱に乗じて、再び脱出し、十三年ぶりに、艦に帰国した。 出発時にいた百人余りの使者は、長剣と、同友の官保の二人だけとなった。二人はそれぞれふと市中大部、奉仕君に取り立てられた。やがて、官と大園が国交を結び、武帝は大園の官欠馬を愛好するようになった。武帝は、ある時、官欠馬が大園の西城に置かれていることを知ると、欲しくなったので、千金と金星の馬を持たせた使者を大園に送り、 千金と金星の馬で、関決馬を買おうとした。しかし、大円は、官の足元を見て断ったため、武帝は怒り、李公ーを西将軍に任命し、大初元年、前百四年、大円討伐を行った。しかし、公害と飢餓で一つの城も落とすことができず、頓光まで撤退した。これについて、李公ーは、兵力が不十分だったので、もう一度遠征軍を出すことを買うたが、武帝は激怒し、 李氷らを入国させなかった。しかし、武帝は、大炎討伐を諦めることができなかったので、大将3年、前102年、一度目の遠征軍以上の軍備を整え、これ以上ないほどの大軍で、再び、大炎討伐の遠征軍を編成し、李口里に託した。大炎の軍は官軍を迎え撃ったが、官軍の方が優勢だったので、籠城することにした。 リコーリは、城の水源を断ち、四十日余りも包囲した末、外城を破壊し、大円優勝の千なび木を捕虜とした。完結馬を差し出すのを拒んだために、このような事態になったので、大円貴族たちは相談して、大円王の部下を殺し、官軍にその首と完結馬を差し出し、停戦を申し込むことにした。リコーリらはこれを承諾し、軍を引いた。大王が殺されたので、 漢は大炎貴族であった埋イというものを新たな王とした。しかしその後、大炎貴族たちは埋イを売国奴として殺害し、部下の弟のセミフを大炎王に即位させ、その子を人質として菅に送った。五漢の光、武帝の時代、西域諸国の中で最も強制を誇ったサシャ国王の剣は大炎からの税が少ないとし、 自ら諸国の兵数万人を率いて、大円を攻め、大円王の延べ止めを降伏させ、新たに、孔渡る王の橋再彦下げを、大円王とした。しかし、皇居がこれを攻撃し、橋再彦下げが逃亡したので、剣は再び、延べ止めを、大円王に戻した。精神の王の安氏6年、285年、武帝、柴縁は、剣主の世を送り、愛、 大円王に封じた。愛、合詞に、その子のマシが立ち、長考して、完結馬を剣じた。大円の名は精神まで見られるが、以後は、フェルガナの音訳である、ハ、ラクナなどが用いられるようになった。北朝の時代は、ハ、ラクナ国と呼ばれ、北魏の大和三年、四百七十九年、北魏に剣士を送って、完結馬を剣じた。この頃は、 遊牧国家エフタルの支配下にあった。567年頃、エフタルは、特決の出典密、イステミトサーサーン朝の胸撃にあって崩壊し、フェルガナは、特決の支配下に入る。北紙や、随所に、汗国、イニシエの巨層国なり、王政はた家、字は、あり、とあるが、新透所に、ネイエン国とは、元のバズアセナで、あるいは汗といい。 北義寺は,は、ラクナと言ったとあるので、これも、フェルガナの転写だと思われる。アセ国は、大行中、605年から618年、随に剣士を送って長考した。東大は、バツアセナ国と呼ばれ、西特厥の支配下にあった。上岸中、627年から649年、バツアセナ王の刑が、西特厥の東馬が取るに殺されたので、 ア質なネズミ徳はその城を奪って、罰汗アセが大いについた。ネズミ徳が死ぬと、この厚葉野は、慶の兄の子である、阿良三さんを立てて、罰汗な王とし、古文城に住まわせ、自分は、勝西城に住んだ。県警、656年から661年の、初め、厚葉野が剣士を送って、唐に長考したので、構僧は厚く言うしてやった。県警三年、 六百五十八年、唐は、勝西城を、旧巡州都督とし、阿良三にその死を任せた。改元二十七年、七百三十九年、テュルギシュの妻氏が、都河戦火岸を報じて、無本を起こしたので、北帝都後の二か運ぶ都督犠牲集長の幕が立つかん、バガタルカンはいし、チャーチ王のバガトルハキトン、ガッテュルトゥルン、氏化粧王の核、禁止下げを引いて、 トカセンカガンを討伐し、採用、スヤブ女王を陥落させて、彼を捕らえた。一方、バツアセナ王のアコトゴトクランタチ星、アスランタルカンは、ソロクチンジュ氏の夫モーレーと共に、ダツラココ、タラス女王を攻撃して黒星カガン、カラカガンの屍と黒くを切った。アコトゴトクランタチ星はこの功により放火王に、削立された。天はじめ、年、は、 バツアセナ国を、ネイエン国と改名し、元僧は、唐の外野生である、唐氏をたまい、宗室の娘を、カズヨシ公主に封じて、ネイエン王に降下した。天保十三はじめ、五十四年、ネイエン王の唐中説は、この唐説広氏を使わして、唐に入朝し、宿営に駐留することを請願したので、左武衛将軍を授けられた。また、大や、 新当所には、韓国という国名が記載されており、これも、フェルガナの転写だと思われるが、新当所で、ネイエン国と併記されているので、ネイエン国とは違うようである。大園は、紀山城を治むとする王によって統治され、人々は城郭に住み、支配下のオアシスは七十四、個数六万、人口三十万を要した。土着の農耕民族で、馬やワインを特産としていた。 したがって、武帝が大炎の名馬関決馬を入手するために氷の遠征軍を派遣し、大炎はこれに敗れたため、一旦、艦の影響下に入った。大炎国があった場所は、現在のウズベキスタン共和国のフェルガナ盆地、フェルガナ州、ナマンガン州、アンディジャン州にあたるとされている。当時は北西に皇居、西に、大月市、西南に大火、東に、 こうわたる、ウ、ウテン、ソロクなどの西域36国、タリム盆地、東北に、ウソンがあった。また、菅の武帝が大円延征をした西条は、現在のキルギス共和国をし、フェルガの盆地の東南に否定されている。現状三蔵は、大東西域記で次のように伝える。新東女西域殿下の記述も、ほぼ同様であるが、韓国と、 ネイエンオクの情を併記しているということは、上記のようにフェルガナが分裂状態にあっていくつかの政権が存在していたためだと思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。